こうやってやっていてもらって、はい、そのメディカストレート、僕がさっき言った話したメディカストレートは、はい、この投げる感じで、バーン、はい、こうやって、バーン、はい、こういう感じです、はい。で、これだったら、マウスストレートだと、振られたらいいんですよ。こっち前に入ってないです。力が。はい。で、それを僕は、バーンってやると、前に抜けないですよ。あ、本当ですか。力が、こっち向くじゃないですか。で、マウスオープンすると、こっち向くんですよ。あ、本当ですか。はい。全然違う。そうです。なんでも手の中でなんで上手い人とかに言ってくると、はい、もうちゃんとこれが回ってるように見えるんだけど、はい、実際結果的にこれからつま先がこっち行ってるだけの話で、多分回してるっていうよりはもう早すぎてこういう感じに見えるだけで、多分おそらくこうやってグリッとはやってないです。ただこう追いかけるバーンってこういう感じになるっていう、一番力入る位置がこういう感じだ。それをみんなこう回すみたいな感じになるので、そうなるとこうつま先こっち行っちゃうと力はこっち行くわけですよ。はい、なので、つま先がインパクトの瞬間にここやったら、まっすぐ抜けるんで、はい、そうです。まっすぐ抜ける感じになるんで、そうです。で、さっき言ったみたいに、この障害物があると思って、はい、これを普通のまっすぐ抜けるストレートと、これを例えばこういう感じでやるとスナップを利かして、そうです。こう、シュッって感じです。はい、だからよくこう、コークスクリーンでやる人もいるけど、そうじゃなくて、ただ単にこれを、まあ、ただこうやったら回らす、はい、で最初この回数を速くするとテレホンパンチになるから、ね、さっきの話の、はい、こうなってこうなると分かるじゃないですか。なので絞っといて、はい、ギリギリまでこう来て、はい、ここからずっと、はい、そういうことです。なんでそこまでこうやってネジエンドを最後にした方がいいかというと、はい、この辺でこういくと重くなるんです。なるんですよね、はいはい、なんでこれが最初から回ってるともう回転がないんで、ただ単にまっすぐ打てるだけなので、はい、まっすぐ打ち込んじゃったらこうなります。で、これをパッとやると、伸びるじゃないですか。そうです。なので、この足とこの腕の回す、グリッて、ゆっくり言うと、こういう感じです。はい、で、お尻とここでこう、はい。そう、胸を張る。胸を張って、こうやった方が伸びるんですね。ちゃんと棒、はい、要はこうなってる棒で殴られるとめちゃくちゃ伸びてるってことだったら痛いんで、はい、あとはそういうように僕らは背があるもんで、このまま少しストーンで打つのもいいけど、こういう感じで見づらいんで、こういう感じでちょっと伸びてくる感じしよう、こうやってやると落とし全然落としてるつもりないけど、ただ結果的にこう落ちる。で、今距離がちょっと遠いもんで僕の体がこう流れてるんですけど、本番で殴るならその肩をこうやって入れておいて、やると今、はいはい、すごいこう回転、はいはい、体の位置をこう持っておくわけですね、はい、でそこからっていう、このまま普通にこうやって打つと思うけど、はいはい、向き変えておいてこう回転が全然違う。そうです。打つ時に、右のストレートを打つ前に自分の体がねじれる位置です。例えばジャブ、例えばこっちやったら、はい、ワンツーって言われたら、はい、普通にこのままワンツーで打つと思うけど、ワンの時にバーンってやっておいて、でやると、まあ、回しやすいです。普通にちょっと待ってね、このままワンツーワンツーこれです、はい、それがワンツーってやると分かるんです。お前と前の、はい、回ってなくてこのワンツーやと、それはそれでいいかもしれないけど、ちゃんとパンパンの方が抜けます。はい、そうです。それがストレート。でもお腹をこう切りやすい体勢の時は切るわけです。ただ単にこれを作った感じです、ジャンプで。で、ここからスタートでやれば切りやすい場所なんです。そうです。なんでここのまま愚直に回ってもいいけど、バーンって言うと、ちょっとだけ動くだけ、ちょっと動いて場所作って、ドーンって感じ、はい、ゆっくりやる場所なんです。それがなかなか分からんと、こうなったりとか、こうなる。でもお腹は僕らでも、ジャブとかなんだかんだ言われたから、もう切りやすい位置を常に持っといて、この位置で、ああ、今チャンスやと思ったら、ゴーンと回したら、いいストレート出るもんね。そうなんです。まあ、受けるのもそれはそれで、多分ある程度、なんか、ああ、分かるものがあると思うので、はい、参考に。